靴を磨くなら先生を磨け。 OB パーソナルスタイリングサービス代表の大藤です。今回はですね、フラッとこうユニクロに入ったら6月の11日から26日までユニクロ生誕祭という周年のイベントをやってたんですよ。改めてユニクロでこれまで購入してきたもの、買ってよかったものっていろいろあるんですけど、中でもものすごく僕がリアルに本当にガチで使ってるもの、もちろんみんな使ってるんですよ、使ってるんですけど、その中でかなりこう気に入ってるもの、もともと僕が購入した金額よりもさらに求めやすくなってますんで、この機会がラストチャンスかなというところで、ちょっとぜひご紹介したいなと思ったのがこちらでございます。ドン。初めて見る方は多分これを見てもあんまりピンときてないとは思うんですけど、僕の前の動画を見てる人たちっていうのは、あ、これねという感じになるんじゃないでしょうか。僕の周りにいるスタッフも実はみんなこれを持ってます。それぞれが口にして言うのはマジで最強だと、本当に素晴らしい、コストパフォーマンス、デザイン、使い勝手、まあ、全てにおいてものすごくいいというこちらなんですが、何なのってとこなんですけど、知ってる方も多いとは思うんですが、開けてみましょう。実はパッカブルって、まあ、収納可能なナイロンのトートバッグで、素材っていうのは動画でわかるかどうかっていうところではあるんですけど、リップストップでいろんなナイロンのバッグを実は今いろいろ見てて、いろんなクオリティのそのナイロンの素材っていうのがあるんですけど、かなりいろいろ見た中でもすごくちょうどいい、この素材すごくしっかりしてるんですけど、軽くて柔らかくてパッカブル、さっきみたいに収納ができるっていう最強のバッグだなというふうにつくづく今感じているところでございます。1月の来月の頭からなんですけど、コンビニとかもレジ袋が有料化になっちゃう、スーパーとかはもうねすでに有料化になってて、今もう本当にこういったいわゆるこうチョッピングバッグみたいなものだったりとかっていうものがすごいニーズがあると思うんです。いろんなメーカー、いろんなものっていうのが出ているんですけど、その中でもユニクロのパッカブルのトートっていうのは抜群にいいなというふうに思ってます。取っ手の部分ですね、この部分っていうのも片側だけアジャストがついていて、これを調整することで取っ手の部分の長さっていうのも変えられます。男性が持っても肩掛け全然できますし、僕が今入れてるのはあの PC とかまあいろいろ入れてます。結構重たいんですよ。で全然大丈夫、それだけの強度もしっかり持ち合わせてっていう、このトートバッグ僕が買った時は990円かなだったんですけど、今790円になってます。税抜きなんですけど、まあ破格ですわ、むちゃくちゃ安い。ぜひこの期間にユニクロさんに行った際は皆さんこれかなりおすすめです。でおまけなんですけど、今日ユニクロに行って実は1個ちょっと購入してきたものがあって、というのもこれに続いて小物なんですけど、じゃじゃん、ユニクロ行った人は多分見たことあるかもっていう感じなんですけど、キャップ UV カットのスポーツキャップでございます。これすごい良かった。これは残念ながら L 対象品にはなってはいないんですけど、それでもものすごくいい。多分ね、作り手の人からすると、あ、これをこの価格でやっちゃうのねっていうぐらいのクオリティです。僕かなりキャップっていうのは持ってる方だと思うんですけど、この値段でここまでのクオリティ、ここまでこう気の利いたものっていうのは正直多分他のブランドでは出せないなっていう風に思いました。何がいいのかって、まあこれ素材がナイロンとポリウレタン。通常ですね、結構キャップで多いのはナイロンのキャップっていうのはナイロン 100% っていうのがすごく多い。でポリウレタンっていうのを入れることによって、見てください、ありますよ、もちろんアウトドアのブランドとかでこういったこのウレタンのこのストレッチが効いてるキャップっていうの
あるんですよ。あるんですけど、この価格でやってるかって言ったら絶対やってない。見ていただくと分かる通り、形は6パネルですね。 1,2,3,4,5,6 のパネルで形取られたこのボディに、ちょっと広めの大きいこのツバっていうのがついてます。これには芯が入っているんですが、かなりこうソフトな芯ですね。こういう風にバッグの中に入れてても全然 OK、 形も崩れない、そういうキャップでございます。後ろに関してはスナップバッグになっていて、こういった形でスナップがついてるんで取り外しができるんですけど、ストラップはグログランっていう素材ですね。まあよくこうキャップのスナップバッグの後ろに使われるグログランっていうこういう素材を使っていて、ラインが一つ入ることによって気の利いたデザインっていう、これが真っ黒だったらね、やっぱり動きもすごくなくなりますし、ちょっとこう物足りなさっていうのも出てきちゃうかなというふうに思うんですけど、このラインっていうのがさりげなく入ることによってでデザインを昇華させているというふうに思ってます。で、これグログランがこっちについていて、でもう片方のこちら、ここの部分、実はこれゴムになってるんですよ。これなかなかないです。この仕様っていうのはなかなかないですね。かぶりやすい、スッと入ってくる、フィット感がものすごくいい。でボディ自体もストレッチが効いてるんで、全くストレスがない、ストレスがなくてフィット感がある、素晴らしいです。で形もすごく良くって、シームって言って、要はステッチっていうのが最小限に抑えられている、ものすごくミニマルなデザインなんです。見ていただくと分かるように、ステッチ、まあ、ここに見た感じだと多分すぐ分かるのはここに入っている。裏側ですね。裏を見ると、この辺に入っているんですよ。ぐらい。あと実は、中のこの6パネルの6つのパターンっていうのをつけてるのはテープなんですよ。こんなことありますかと。ここでステッチを使わないことで、テープを使うことによってステッチとのデザインをなくして、よりミニマルなデザインっていうものに仕上げている、素晴らしいキャップでございます。形もすごく良くて、ちょっと今僕が被ってみますね。これの動画でも被ってはいるんですけど、どうでしょう、こんな感じ、めちゃくちゃ形綺麗じゃないでしょうか。すごくいい。でコーディネートに関してはすごくシンプルにしてます。ミニマルなこういったバッグとキャップっていうのを生かすために、スタイリング自体もミニマルにしてるっていう感じです。以前動画でもご紹介した白のビーフィーのパックティーを着て、パンツに関しては正直やっぱりね、3、40代大人の男性っていうところで考えると、やっぱり何かしら一つはハイプライス、ハイクオリティのものっていうのを入れていかないとやっぱり格好がつかないっていうところで、パンツに関してはマルジェラのトラウザーズにしております。シューズはより機能的にハイテクにっていうところで、ナイキのフットエレメントっていうのを選んでるっていう、そういった本当にすごくシンプルなんですけど洗練された、そういったコーディネートで、今回は組ませていただいております。いかがでしょうか、このユニクロのトートバッグとこのキャップ、ぜひぜひ買い求めしていただいてはいかがでしょうか。はい、以上です。この動画がいいと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ユニクロに行く時もぜひソーシャルディスタンスとマスクは忘れないでください。